一日ぶりですね、皆さん。どうでしょうか。大丈夫そう。私もさ、ちょっとね、開くに時間かかっちゃってね。あれ？これ BGM 来てますか、今。大丈夫。今んとこ大丈夫、みんな。よかった。よかった。あ、新一ほんとね、よかった、復旧して。昨日どんなになってたやろ。ずっとねショールーム入れんくてね、大変やったね昨日。あの、私はねまだイベントもしてないし、まあ成人もしてるから、あの、なんて言うんだろう、毎日配信さえこう続けてくれたら、運営さんにね、私としてはね、あれやったけど、めっちゃ大変やった人も多いですよね、今回。そうな、イベント中の方とかね、未成年、あ、18歳未満の方とか。あ、たくさん、本当。いや、そうなんや、昨日でもちょっとだけをしたん、あの、インスタライブ。わあ、みんな、久しぶり。さとちゃん、かげちゃん、大工さん、藤本さん、猫さん、えいたさん、コロボーね、よかった、マジで。ケンジユウイチさん、大将さん、テレテレさん、おひつりさん、ありがとうございます。勉強のために何キルで2蔵3蔵のターツを落とした理由ですか。おお、なるほどね。あれ、みんなね、すごい分かれてたね。なんで2蔵3蔵のターツを切ったかよね。はね、めっちゃ悩んだんやけどね、一番はね、あの、一発赤裏なしっていうことが理由かな。あれ、赤ウーピンだけど赤ウーピンじゃないけんね。あれをね、やっぱりね、2蔵3蔵切って3色もドラも手放してしまうような形が嫌だったので、6ブロックから5ブロックにして2蔵3蔵落としたって感じですかね。でも結果的に良い方向に行きましたよ、あの、2蔵3蔵落としね。ターツ落として、でも M リーグルール一発もあって、あの、赤もあって裏ドラもあるやつやったら、私もパーピン切りにするかな。ウパーマンは触らない。ドナルドさん、ぬくもりさん、ハンターさん、ポップマスターさん、ゆうやさん、いなりんさん、ジョーシタさん、ヨッシーパパさん、やっくん、三等賞さん、うーさんよね、まみしばさん、とききさん、クラッシャーのぶさん、お寿司大好きさん、かのうさん、ロッピーさん、ありがとう、よかったね、治って。グッチ、ミーシャさん、大勝さん、じいさん、ありがとうございます。ケンスケ、かわいい、ありがとう。あやたかさん、ヤマピー、タツケンさん、オサピーさん、ありがとうございます。カンちゃん、大文字のクニさん、ドナルドさん、ソラさん、ありがとうございます。ムーディーな照明でしょこれ。良いやろ。ダーシャハさん、タケルシさん、おわ、魚住さん、じゃあ来てくださってありがとうございます。魚住さん、嬉しい、ありがとうございます。あら、花粉症ひどいんですね、めっちゃ大変やそれ。そう、花粉症今やばいらしいのでね、本当にお大事に、よしんこ。よしんこお大事に、魚住さん。そうそう、ブルーライトどうですか。ツイッターの2蔵3蔵落としは欲張りひなおさんですねって。あ、でも、あの、 M リーグルールだったらみんなと一緒です。みんなと一緒っていうか、パーピン切りが一番多かったよね確か。パーピンかウーマンが多かったんですよね。パーピン切りかな、私も M リーグルールだったら。ローマ字のマサさん、こんばんは、ありがとうございます。 HK さん、こんばんは、ありがとう。ムラピーさん、やっと治ったね、ほんまによかった。私はもう配信さえできたらいいけん、あの、あれですね、皆さん、あの、他にも応援行かれてる方とか、イベント中の方とか、めっちゃ良い方向になることを願います。ケンスケ、ありがとう。ペリーさん、お晩です。お部屋の雰囲気違うやろこれ。いや、私ね、またね、あの、最近歌の動画を撮ったんですけどね、歌の動画また載せるんですけど、その時になんか良い
ライトないかなと思って、こんな電球みたいな買いました。ちょっとエモくない？ショールームやらなかったのに久しぶりすぎる。そうだよ、ショールームやらなかったの3年ぶりだよ。やらなかった日ね。あ、ベクッポワさんかな、ありがとうございます。投げ押しがありません。あ、全然大丈夫よ。みんな、おかきさん、野菜炒めさん、キュインさん、まゆまゆさん、ありがとうございます。たくさんプチありがとう。ふみひこさん、ローマ字のカズさん、ひらがなのカズさん、こんばんは。のみともさんか、今日もありがとうございます。あー、聞こえてる BGM、 よかった。たかほしハートさん、ありがとうございます。メンピーソクさん、一周とカウントありがとう。え、あ、お祝いしまーす。おめでとう、メンピーソクさん。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアメンピーソクさん。ハッピーバースデートゥーユー。え、おめでとう。そうか、今日お誕生日か。ありがとう、いつも来てくれて。コークハイ飲んでるんだって、メンピンソクさん。いいね、コークハイ。あんま飲んだことないな。あれ、土田さん、本当バグってるままってこと？まだ、あら、まだあれかね、ちょっと完全には復活してないかもしれんね、もしかしたら。どうでしょうか、ムーディーな部屋だろ。たくさん、イヤリング、そう、今日ね、ちょっとイヤリング、銀色っぽいイヤリングをつけております。なおさん、よしんこ、ありがとうございます。のりたま、そう、昨日初めてインスタライブやったんやけど、来てくれたみんなありがとうございます。ストリートくん、ありがとうございます。言ったか。ベンさん、津田博文さん、ありがとう。ユッキーさん、プチありがとう。おー、つさんもありがとう。昨日はさ、名前みんななんかあのローマ字だったからさ、あの全然この人が誰っていう一致があんまできんくて、どの人が来てくれとったんやろうと思って、わかる人もおったんやけど。三つ王子様、ありがとうございます。マササーティワンさん、まーちゃん、山下さん、ありがとうございます。カリタン、カウントありがとう。あ、そうなんよ、あのマリエル王子さんがね、出してくださっとったね、私のあの着させてもらっとった白のやつのリツイートしたんだけど。あ、たけるさん、偶然開いたら私やってたんだ。え、めっちゃ偶然ですね、それ。30分ぐらいしかやらんかったんやけど。あ、ぬくもりさん、1日ぶりにカウントありがとうございます。あ、イベは延長になるんだ、1日分延長になるってことかな。そっかそっか、なるほどね。でも10時以降なんだよね、できてるのが。ほんなら10時以降にできない方とかもいらっしゃるよな、多分。ゴエモンさん、こんばんは。ヤマピー、花束ありがとうございます。マイカグラさん、一周とカウントありがとう。ストンコさん、こんばんは、ありがとうございます。結局丸2日ぐらい、今日の9時ぐろまで復旧せんかった。そうやね、でもあれですね、大変ですね、一回こうメンテナンスとかすごいなんか不具合が起きちゃうと直す方も大変やしね、うん、絶対ね、徹夜でずっと作業に取り掛かられていたと思います。ほんとお疲れ様です。電車や ATM が止まるよりはマシ、こんばんはって。ライフイズさん、こんばんは、ありがとうございます。確かに電車止まったことないんだよね、私。なんかよく都会の電車の方が止まるってよく聞くけど、こっちはあんまり止まったことない。人身事故とかそういうことがあったりとか、なんかすごい雨とかの時はたまに止まったりするけど、止まったらずっと動かんのよね、確か。たけるしさん、よき、ありがとうございます。よしんこキャップパンフ。よしきさん、こんばんは、ありがとう。よしんこ。カペさん、とっくん、こんばんは。ダッチさん、ありがとうございます、嬉しい。本当その日ぐらいした。昨日のね、 BGM 良かったって言ってくれてる人多くてさ、めっちゃオルゴールかけとったんやけど、昨日
寝れましたか？嬉しかった。ようちゃんありがとう。昨日はインスタライブしました。さとぴょんさんありがとう。ふみひこさんカウントありがとうございます。きなこいしさんこんばんは、ありがとう。48時間ぶりだねって。あーね、インスタ見てくれよったね。途中までコメント読めんかったよね確か。アントワンヌさんこんばんは。朝から 3.5km 先の島も霞む黄砂で…黄砂？ほんまですか？え、こっちに来てたってことかな？それは大変じゃ。全然気づかなかったです。のんさんこんばんは、ありがとうございます。昨日は行きつけのお店が臨時休業したい、してたような寂しさでした。私ね、あの行きつけのお店って。チョコレートさんこんばんは、ありがとうございます。明日のジップでとべもりジップラインが放送される。あ、はい、乗りたいと思ってたやつですね。あれ PV めっちゃすごいよね。あの四国なんだっけ、あのとべ動物園とね、あの子供の城を結んでるね、ジップ、大きなジップラインがこっちにできたんですよ。四国最大級のジップラインらしいんですけど、それのね PV がめっちゃかっこいいよ。もう映画、洋画の映画みたいななっとってね、めっちゃ行きたい。これからは A ルールで戦っていくってことね。そうなんですよ、連盟に入って戦っていくってなると A ルールになりますかね。くーちゃんこんばんは、ありがとうございます。2日ぶりか、ありがとう。まあ、昨日はねみんなと会えてないもんね。がっくんさんこんばんは、ありがとうございます。つけ麺連食してしまったって言ってる。つけ麺連食？いっぱいつけ麺食べたってこと？やば。千葉さん、よしんこ、ありがとうございます。しんいち、カウントありがとうございます。白玉さん、こんばんは、ありがとうございます。交差も大変だよねって。大変だね、本当に。交差大変だったね。ケイティさんこんばんは、ありがとうございます。おお、エプクさんよ進行って、ありがとうございます。三色といつの両手見、あー、それもありますね。ちょっともったいなかったなって思う、現状三蔵以外を落とすのは。隊長祝ありがとうございます。10個くれとる。ソファーのライト色変わりするやつ、緑やピンクになったり。そうだよ、ほら今緑、今青。何色、何色あるんだろうこれ。 いっぱいいろんな色になるけど7色ぐらいかな。私ね、あの何っけ、加湿器もね、この同じパターンの色なんですよね。こんな感じ。あ、ゴズミさんがブルーライトがパープルライトに見えておしゃれですって。パープルライト、紫ですかね。そうなんですよ、いろいろ変わったりしております。あ、オッキーさんありがとう。本当だね、昨日お誕生日の方いらっしゃったらお祝いせんとに。おきおきけさん、お兄さんさん、ハッピーエンドさん、ありがとうございます。その日ぐらいさん、あう、カウントとプチありがとう。お歌の動画楽しみです、ありがとう。ちょっとね、今回はね、バラード、もうドバラードを言ったのでね、ちょっと楽しみにしとってね。また載せます。今回もね、セカンドテイクだったセカンドテイクしちゃったな。マササティワさん、ありがとう、本当。ルピー、歌の動画楽しみ、ありがとう。あ、そうだよ、のりたま、今回あの、みんなからいただいたヘッドホン使いました。ほんまにほんまに。え、そんなに、そんなに超えてるんですか。 TikTok のサビだけカラオケが再生回数2万3500回超えてるよって。え、嬉しいな。あれ、小太郎さん、今日で100回訪問だって、ありがとう、言ってたね、ありがとうございます。100、ありがとう。
今日で100回訪問だったわって。みちゃおさん、流星さん、ありがとう。久しぶり。朝日さん、こんばんは。ありがとうございます。丸亀さん、こんばんは。ありがとうございます。あれ、ポップマスターさん、お疲れ様。会社の上司が異動になるので送別会でした。あ、ひっそりとね。寂しくなりますね。スカパラダさん、タツノクラさん、ありがとう。アストロンさん、ありがとう。今日のお昼ご飯、豆腐バーとカニカマ。また豆腐バー食べてる。めっちゃ食生活いいじゃん、おひつりさん。私今日ね、めっちゃ夜食べちゃった。めっちゃ食べちゃった。紅茶ゼリー、体にいいこと。インスタはアプリで顔デコレーションできるが楽しい。そうそう、いろんなね、なんかね、あってめっちゃ楽しかった。いろいろやりたいな、あれ。あら、ポブマスターさん444回だって。ありがとう、嬉しい。444。ケンジありがとう、インスタ見てくれて。カギちゃん、セミありがとうございます。あ、オカムさん、マリオ配信。そうだね、マリオ配信もしてたよね、一昨日だっけ。ありがとう。あ、アスポン、よしんこ、今は治ったの、頭痛いの。まあ、夜遅かったし、昨日。そう、後ろのライトね、変わるんですよ、いろんな色に。インスタも ID じゃなくてニックネームで表示されたらいいのに。それめっちゃ昨日思った。ほんまにね、ショールームみたいにね。アスポン、あ、こんばんは。ありがとう。北のマー君、やろう、これめっちゃ良くない？後ろパリピやろ、めっちゃ。てっちゃん、こんばんは。今日のお供はマックで、ビッグマックとダブチとポテト M とコーラーって言ってる。えぐ、いいなマック。しばし食べてないぞ。草やん、こんばんは。あ、本当、しばらく在宅勤務なのか。でも在宅の方がゆっくり起きれるんやったよね、確か。運動はまあまあ、夜やら朝やらにしよう。ヤマピありがとう、マリエールの写真。モリモリモーリさん、ありがとう。しおちゃんさん、こんばんなな、ありがとう。こいさいさん、一周とカウントありがとう。キャメさん、お晩です、ありがとう。大勝さん、一周とカウントありがとうございます。あれ、パパパルさん、お外にいるのかな。カウントと一周ありがとうございます。きなこいさんもありがとう、カウントと、嬉しい。え、さっき合否発表のまた見てないでな。ネットのね、今年のやつ。きなこいさん、ほんと。あら、出勤の時に電車止まったことが何回かあるよって。ほんと、止まったらもう何時間も動かんのよね、確か。のりたまプチー、ありがとうございます。そんな言うてもろって、ありがとう。星が投げられる喜びで、本当にありがとう。ムラチンよしんこ、ありがとう。ハッピーエンドさん、カウントありがとうございます。昨日のオルゴールのタイトル、なんだっけな。著作権フリー音楽オルゴール系ナンバー0003っていうやつです。調べてみて、ナンバー0003だって。なんか名前がないみたいだね。スカパラダさん、カウントありがとうございます。今日の、あ、誰かクマ投げてくださった。紅茶家電全卓絞りピーチティー。あ、お供持ってくるの忘れた。え、美味しそう、それ飲んでないかも私。しかもユッキーさん、ありがとう。またインスタライブするね。東京はどこかしら泊まってる、遅延のイメージって。あ、そうなんや。へえ、泊まったらどれぐらい泊まるんだろう。まあ、そのなんか何があったかにもよるか。金太郎さん、こんばんは。たかちゃんさん、こんばんは。メイツさん、プチありがとうございます。そう、明日で3月終わりか。早っ、マジか、早いな。猫のひなこの寝ぼけ変顔動画も楽しい。今日、明日は休みなのでずっと一緒や。いいね、きなこ元気かな。ナムさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、
地震ね、地震での時に電車の中行ったら止まるよね絶対。わあそりゃ怖いね、地震になったら。あれハルさんこっそり見てくれとったん昨日。え、もうみんなわからんかった昨日は。ありがとう。まみしまさん、セミありがとうございます。え、カノンさん今日ショールーム1周年訪問なんですか。ありがとう。3月、え、今日の1年前の今日来てくれたんや。もえもえひなずきゅん、え、ありがとう、嬉しい。そうなのか。ピルクルこんばんは、ありがとうございます。スカパラダさんも見に来てくれたんや、ありがとう。カノンさん、あら、プチー、ありがとうございます。奥様もプチだ、ありがとうございます。あら、そしてカノンさん今日で訪問1周年、本当にありがとうございます。すごいね、毎日来てくれてありがとう。カノンさん、そして奥様もいつもありがとうございます。嬉しい、こちらこそ。あれ、青メガネさん、今日昨日の話、それ私が夢に出てきたんですか。うなされて起きた。そう、良い夢じゃなかったのかそれは。え、よかった、羽ばたいてました。私こんな感じで、どんな夢やったやろ。オカペさんありがとう。ヒロギンプチありがとうございます。お、ケイタさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。カタカ、あ、間違えた、ひらがなの。マルオさんこんばんは。すごい、即答亭さん、セミありがとう。即答亭さん4月からちょっとだけ先生になるんだって。え、小学校かな。すごい、頑張ってね。すごいことやねそれ。のりたまカウンターありがとう。1周年のカノンさんに1周年ありがとう、にゃ、あ、にゃ、なんだっけ、にゃ、1,2,3 にゃか。ありがとうございます。ヨシさんこんばんは、ローマ字のヨシさんありがとう。天井にミラーボールですか。もうよいよいやばいお部屋じゃないかそれは。パリピすぎぬか。カリタンセミありがとうございます。ワイも色変わる加湿器買って、それやって寝るようにしたら喉乾く。あ、そうやろ、一緒かも。私のり、名前ちゃった、ヤマピーやった、ヤマピーと一緒かもしれない、加湿器。スマちゃんカウントありがとうございます。カタカナのケンジさんプチありがとう。いやー、みんなにめっちゃ言われるそれ、モンハン。あー、モンハンね、モンハンやりたいと思っているんですけれどもね。なんかね、初心者の人がなんかやると楽しいみたいな、ホリプロがツイッターで上げられとってね、あ、そうなんだと思ってやってみたいなと思いました本当に。でもね、あのデッドバイデイライトのゲームいただいたからね、それをまずはもうちょっと慣れて配信したいなと思って。今日かわいい、ありがとうケーターさん、嬉しい。キャッピさん、さっきも言ってくれた、こんばんは、ありがとうございます。村正さんありがとうございます。あれ、たまにモザル、あ、ほんとだ、 Wi-Fi 切れてる。どうしよう、ちょっと後でつけていてくるわ、ちょっと待って。太郎くんこんばんは。ダニさんもありがとうございます。大文字のケンさんこんばんは、ありがとうございます。あ、呪術廻戦のキャラで誰が好きですかって、あのね、あの今まで誰って言ってたっけ、かっこいいと思ったのは、あの東條先輩、あのなんかちょっと渋いけどかっこいいなと思ってたんやけど、あの最終回を、2期の最終回見てね、釘崎さん、あの女の子めっちゃかっこいいね、もう私もう惚れそうやったもん。あの釘崎野原さん、え、名前合っとるよね、めっちゃかっこいいと思って。ネタバレになるけん何がかっこよかったかとかは言わんないけど、もうマジかっこよかった、あの最終回の時の釘崎さん、釘崎さん一生ついていきますって感じやった。コンドレさんこんばんは、
草やんセミ、ありがとうございます。先週からプロジェクト変わったから覚えることいっぱいで余裕ないよって。え、本当に、お仕事大変やね。在宅やけどってことか。お疲れさん。ゆいさん、リコパパさん、ありがとうございます。まさみらさん、ありがとう、見てくれたんや、純白の。あれ、あ、本当、土田さん、あれ美味しくない？純粋東北ミックス、美味しかった、めっちゃ。あ、ダニさん、ダニさんって韓国の女の子だったんですか？かわいい、カムサムニだ、嬉しい、韓国女子。昨日のインスタってアーカイブ残せたの？もうそれができること知らんかった。ピルクルのんびりしたいねんさん、こんばんは、ありがとうございます。草屋打ちたいです。なんかイベントしたいね、こっちでね。 MJ さん、ありがとう。あ、やっと画面出た、本当。カズメイさん、カタカナのケイジさん、ありがとう、ありがとうございます。あ、タイトルあるんだ、コタロさん。あ、タイトルあるんだ、コタロさん。調べてくれたよね、しかも。瑠璃色の記憶って言うんだ。そうなんやね。まーちゃん、カウントありがとう、今日も。2週間前、卒業するつもりでしたけど、戻ってきました。ここを？卒業するつもりだったの？悲しい。本当に？とどまって。ありがとう、カウント。ひなおちゃん、ダニーさんって韓国の女の子、めっちゃひなおちゃん褒めてる。嬉しい、ありがとうございます、ダニーさん。嬉しい、カムサムニだ。あ、ゆうきさん、ありがとうございます。ちょっといかん、ちょっとあれ、 Wi-Fi つけてこようかな。あ、お菓子の畑田の社長の畑田康弘さん、今日も京都ってありがとうございます。おやすみなさい、ありがとうございます。毎日むなちん、プチありがとう。 MJ さんもプチありがとう。めっちゃすごいやない、のりたま、レベル20までいったって。すごすごすご。それ言ってたらさ、あの加納栄子さんのね、よくデッドバイデイライト見よったんやけど、すごいんやなって思った。もうだって赤帯だもん、デッドバイデイライト。赤帯ってほんとすごいんやなと思った。あさみさん、ありがとう。あさみさん、こんばんは。黒髪さん、こんばんは。ドン100キロさん、ありがとうございます。あ、ごめん、ちょっと戻してきます。お供もね、一緒に撮ってきた。ただいま。今日ね、いただいたね、ストゥーシーのパーカー着てるんだけどね、めっちゃね、かわいい、これ。めっちゃラフなんだけどね。かっこいい。スツーシーっておしゃれだよね。よいしょ。ありがとう。マッチョのポーズ？嘘だろ。あ、待って、ギフトね、ちょっと読ませてもらうね、ごめんね。野良狐さん、かわいい。ダーシャハさん、おー、ダルマレンジャー。ペガサスさんに、万蔵さん、ハート。キャミさん、ガンジー。万蔵さん、かわいい。リュウさん、ハート、ありがとう。太郎くん、拍手、かわいい。あ、クマまでくださっとる、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ピルクル、おひつりさん、だるま、ありがとうございます。
おひつじさんハートたくさんありがとう。ケンジにのりたまかわいいたくさんありがとう。しんいち、デイジーありがとう。カノーさんレインボースターありがとうございます。ケンジお弁当箱、ストリートくん祝、スカパラダさん、おさっぴーさんかわいい、ケンジ花束のりたま花束10個ありがとう。ケンスケ似合うありがとうございます。あれまだモザってた、嘘だろ。あ、エウレカさんこんばんは、ありがとうございます。バンクマーさんズボン珍しい、ほんとこのズボンよく履くんやけどね。デートしたい、かわいい、ぬくもりさんしましょう。ドラギツネさんかわいい、ありが、あ、これ言ったか、ありがとう。ラフなんですよ今日は、とてもとても。若潮さんありがとうございます、いらっしゃい。トゥクトゥン、トゥクトゥン。そんなんしててもモザモザやってって、ごめん。いやめっちゃモザってたよね。何今じゃ人間も卒業する危機って、え、人間卒業したらダメよってこと。え、ケイタさん佐賀から見てくださっとや、佐賀、佐賀弁土佐、佐賀どんな感じやろう。え、エイタさん無能なナナ見てくれとんや、嬉しい嬉しい、面白いよねめっちゃ、ほんと。さくらまゆさんこんばんは、ひろしさんカウントありがとうございます。モザなし、よかったよかった。あら、むらちんたくさんだるまレンジャーありがとう、嬉しい。あ、てっちゃん見ましたよ、このやつ投げてくれてたね。あれね。あ、土田さんいってらっしゃい、ありがとうございます。あ、ありがとう、半端ないって、本当だね、夜中ね、よう覚えてくれて毎週ありがとう。わ、大工さんフルありがとう。あれ、私今日初フリかも、よいしょ、フルありがとう大工さん、すごいありがとうございます。よいしょ、歌いましょうか。おデイジー、おデイジー、僕はここにいるよ、声が枯れ果てるまで、何度も何度も名前を呼ぶよ。ありがとう。ジュキキさんバラありがとうございます。ユージさんカウントありがとう。カミーさんそう言ってくれて嬉しいわん、ありがとうございます。ユージさん、ユージさん本日お誕生日おめでとう、歌います。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユージさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうユージさん、わーい、いつもありがとうございます。小井さん、秀幸さん、音符ありがとう。ほんとだ、4月1日あのラブの先行予約開始までもうちょいだよ、みんな、ミニアルバムの、やばいやばい。さとしさんカウントありがとうございます、嬉しい。よし、てかみんな気づいて、これメガネかけてるのよ。こっちド入りです。
今日たまたまね、土入りと土なしのメガネどっちも持ってきて持ってたからかけた。似合うよオラフ。これ目に入ってないよね、これレンズが。知的なオラフ。そうだろ。オラフ視力いくつなのよって。意外と意外と悪いかもね、視力。よいしょ。目の位置やばいね。ぜっちゃんさんこんばんは、よしんこって。ちょっとお供タイムしよっかな。ちょっと読めてない方おったらもう一回コメントしてくれたらと思います。ごめんね、一回止まっちゃったから。お茶目ですねってありがとうございます。お茶、オラフが、オラフがお茶目でしょ今日はね。ちょっと待って、お水で一回。これね、前飲んだことあるかもしれないんだけど、あ、ないわ、これの違うバージョンかも。このね、トロピカルカカオのチョコレートドリンクっていうのを買ってきたんですよ。これこれのバージョンのチョコレートドリンクは多分初めて。あれ、初見さん、ケサラン、ケサランパサランさん、はじめまして、いらっしゃいませ。ワン言うて来てくれてありがとうございます。あて、お名前こっちの方かな。ぎょ、あ、なんて読めしたらいいんだろう。やっくん、セミ、ありがとう。だるまレンジャーも、おひつりさん、レインボースター10個ありがとうございます。すごい、ありがとう。え、太郎くん、呪術回戦いいよね、本当に面白い。ぜっちゃんさん、カウントありがとう。ぜっちゃんさんやった。ポップマスターさん、セミまでありがとうございます。今日もかんちゃん、フルありがとう、すごい、ありがとうございます。じゃあ飲んでいこうかな。あら、ジージもたくさん小判ありがとう、嬉しい、めっちゃくれとる。ケンスケ、セミありがとう。今日もローマ字のマサさん、ハートありがとうございます。嬉しいね、美味しそうやろ。前飲んだ私、やっぱ前飲んだかな。コバキンさん、ジーさん、イフさん、こんばんは、ありがとうございます。それなんて読みしたらいいんだろう。コウ、コ、ギョウ、コウオウさんかな。なんて読みしたらいいんだろう。アントワンヌさん、フルしてくれてありがとうございます。嬉しいです。あ、本当、アントワンヌさん最初から釘崎さん推しだって。あ、出てきた時から。おー、本当ですか。いや、かっこいいよね、性格がめっちゃかっこいい。もうあんな女性に憧れる。よし、ほんなら飲みたいと思いますよ。はい、音もある方一緒に乾杯。うん、甘い。おー、すごいチョコだ。なんかね、チョコが溶けてる感覚の味が、でも冷たいのがなんかすごい不思議な感じ。チョコレート、ほんとなんかチョコレート、溶けたチョコレートって感じなんだけど、でも冷たいから飲みやすいって感じかな。だからそんなドロッとはしてないです、結構サラサラめ。グッチ、セミありがとうございます。ケンジもセミありがとう。いや、それなんて読めしたらいいんだろう。ノリ、キョウ、ヨウ、コウ、コウオウさん。いや、絶対違うな、訓読みよね多分。なんて読みするんだろう。わー、わかんないわ、すみません。ジージ、ハートありがとうございます。マサさん、こんばんは、ありがとう、ひらがなの。いや、甘いっすねこれ。ローマ字のマサさん、フル、ありがとうございます、嬉しい。ムラチン、こんばんは、ありがとうございます、嬉しい。トゥクトゥーン。
やばいのが撮れたってこと？てっちゃん2週ありがとうございます。インスタのライブの絶対もうこんな顔のやつやろ絶対。アメガネさんハートありがとうございます。嬉しい。あーミルクっぽい。なんかねここはでもめっちゃチョコって感じだからな。ココアって感じでもないよな。え大工さん壇上本当だ。壇上じゃん。ありがとうございます。8位。ありがとう。すごいね。病む前に釣りアニメの放課後堤防日誌を見終わったので今期のリゼロ見ます。おこれから。えめっちゃいいな。こっからなんか全部一気見できるのが羨ましい。私ももう貯めて一気に見ても感動すればよかったなって思っちゃう。毎週毎週めっちゃこの日来ないかな来ないかなってなって見てるからさいつも。マイカグラさん、タツケンさん、セミありがとうございます。ひでゆきさん、フルありがとうございます。嬉しい。職場の子にアイス買ってあげたら他の子から不平不満が上がってなんか大変です。なんだかモテモテだな、ひでゆきさん。いいですね。まあでもそうですね、みんなにこんなちっちゃいねアイス棒みたいな、あのどうですか買っていったら。タツケンさん、セミありがとうございます。あ、おきひろ、え、なんで、え、おきひろ、ひろおきさん、ひろおきさんって読むの、え、ほんと。元ご隠居さん、セミありがとうございます。ローマ字のマサさん、レインボースター1個ありがとう。嬉しい。あれマンボウさん、もうそれ出てました告知で、下北 FM 出るって。そうなのよ、ラジオね出演させていただくの、下北 FM、 FM ラジオの。そうでもね、あのリモートなんですけどね、そちらに行けずっていう感じになるんですけど。え、さらに反対かいな。ちょっと待ってよ、なんでなんて、おきひろさんか、やっぱり。え、おきひろさん。あっとる。ペガサさん、セミありがとうございます。やばい、そろそろ締めようか。マサさん、プチありがとうございます。お仕事お疲れ様でした。明日も頑張ってね。明日もよしんこ。わー、スナフキンさん、昨日から旅に出てます。今関東着きました。だってえ、何旅ですか。いろんなところ行くの。タツノクラさん、セミありがとう。今日もハートもくださっとる。ありがとうございます。ようちゃんもセミありがとうございます。あらしんいち、ほんと今気づいた、ごめんよ。ありがとう。星投げしぐれとった、ありがとうございます。かげちゃん、フルありがとうございます。ありがとう、かげちゃん。じいじもフルだ。ありがとう、じいじ。むらちん、バラありがとうございます。嬉しい。ペガサスさんも、ダルマリンジャーありがとうございます。めっちゃくれとる。ありがとう、ありがとう、めっちゃくれとる。あれ、はじめましてのタツさんだって。はじめましてです、ありがとうございます。目が綺麗ですねって言ってくれとる。嬉しい。あ、ほんと今公式だからツイート来ましたか。ちょっとまたリツイートしとくわ。大将さん、フルしてくれてありがとう。嬉しい。今日も ありがとうございます。ドレスのやつ見てくれて。お仕事行ってらっしゃい。リュウさん、 2.5 週ありがとう。ありがとうございます。そうよ、みんなミニアルバム先行予約までもうちょいよ、ぜひな。ローマ字のマサさん、バラありがとうございます。小石さん、セミありがとう。ムラチンもセミありがとう。今日もいやー、ポップマスターさん、下北行きたいよ。ライブで何回か行ったよね、下北。大工さん、レインボースターありがとうございます。カノーさん、アントワーヌさんもハートありがとう。嬉しい。コウタロウさん、フルありがとう。嬉しい。今日もあ、復旧祝いのフルズッキュンのりたまありがとう。嬉しい。カリタン、ありがとう。嬉しい。カノーさん、ダルマレンジャーありがとうございます。ドゥクトゥンポワーンポワーンママーン。
お、読めた。うん、よし、締めていきます。わ、ありがとう、マサさん。よしんこキャップとよしんこティー届いたよって、ありがとうございます。よきやろ。あ、ハラメタルン昨日のインスタ来てくれとったんか。ありがとう、セミしてくれて。その日暮らしさんもセミありがとうございます。あ、全然よ、ありがとう、たくさん。ユッキーさんもセミしてくれてありがとうございます。だから少しくらいわがまま許してよなんて言わないけど、わかってほしいの。ありがとう。小石さん、デイジー、ありがとう。あ、ツッコンさん、レインボースター、ありがとうございます。嬉しいね。シャーさん、ありがとう、来てくれて、ひらがなの。あ、行きましょうか。クマの子ボヒットショーちょっと歌わなさすぎた。ストリートくん、フルしてくれてありがとう。ありがとうございます。エイジさんもセミありがとうございます。今日も嬉しい。ギグスさん、ん？よね。ホヤケンヨン、ありがとう。ヨーコさん、プチ、ありがとうございます。はい、じゃあランキング読みしたいと思います。今日も今日とて、じゃあ今日これでパンクロッカーになりたくて、パンクロックでランキング読みしていきます。ありがとう。あら、ヨシさんフル、ありがとうございます。ローマ字の嬉しい、ありがとう。おい、竹山さん点5のパンクロック、よいしょ。それでは13位から。13位、小磯さん、ありがとうございます。壇上乗ってくれてありがとう。12位、秀幸さん、ありがとう、嬉しい、壇上ありがとうございます。11位、おは大工さん、ありがとう、大工さん、たくさんありがとうございます、嬉しい。10位、ムラチン、あ、ありがとう、ムラチン、今日もたくさんありがとうございます。9位、ケンジ、ケンジありがとうございます、嬉しい、お疲れショーン、ありがとう。8位、福島太郎くん、太郎くん、ありがとうございます、壇上いつもありがとう。ラッキーセブン、ローマ字のマサさん、イエーイ、ありがとう、マサさん、お疲れーション、明日はいい日になるぞい、ありがとう。ラッキーセブン、6位、ジージー、ありがとう、ジージー、いつもたくさんありがとうございます、お疲れーション。5位、カノーさん、おー、ありがとう、カノーさん、壇上ありがとうございます。そしてショールームに来て1周年、ありがとうございます、本当にありがとう、カノーさん。そして4位、のりたーまー、のりたーまー、ありがとう、嬉しい、壇上いつもありがとうございます、お疲れーション。そして3位、あぼん、おひつりさん、におきー、ありがとう、たくさん嬉しいでございます、コメントもありがとう。そして2位、あぼん、君はペガサスさん、いやー、ありがとう、ペガサスさん、2位でございます、嬉しい、お疲れーションです。そして今日の第1位、あぼん、夜勤、あ、無音無言のジャンマン隊長、お疲れーション、ありがとう、今気づいた、ありがとうございます、1位、嬉しい。82名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた遊びに来てくれたら嬉しいです。この後ちょっとカラオケタイムもしますので、よかったら聞いて帰ってください。じゃーん、ありがとう。よし、ほなら今日もカラオケタイム
やりたいと思います。何でもリクエストしてください。あら、太郎くんほぼフルしてくれてありがとう。よしんこ、ありがとう。それではリクエストタイム、よーいスタート。咲かせや咲かせ、ブルーライト横浜、スイートメモリー、ではエブリシング、赤いスイートピーデパーチャーズ、君の知らない物語、世界は恋に落ちている、何度目の青空か、オートマティック、世界を恋に落ちる、桜、ライオン、クロノスタシスって知ってる、知らないと君は言う、セネラメモリーズ、瞳はダイヤモンド、ふわふわタイム、ふわふわタイム、咲かせや咲かせ、あーこれ歌えるか、ちょっと自信がないぞ。思い出がいっぱい、チェリースピッツさんのね、マリーゴールド、プロローグ、名残雪、100万回のアイラブユー、帰り道は憧れしたくなる、君煩い、学園天国、待って少女隊、オーケストラ、見上げた、Give me five! チャララチャチャチャララチャ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 ララチャチャ、桜の歌が、バンクバさん、セミありがとう、冒険でしょでしょ、あったら怖いセレナーデ、何その曲、ゴッドヌーズ、乾いたバタフライ、涙サプライズ、片思い、よし決めます、ありがとう、トキキさん、セミありがとうございます。めっちゃ悩んでる。これ歌ってみようかな。ちょっと待てよ。これで、ある、あ、ちょっと歌ってみようかな。
AKB48 さんの Give Me 5 だよ。バンド体制になってるのもかっこよかったですよね、この曲。ハイタッチ、ありがとうございました。2805名様たくさん来てくださってありがとうございました。毎日配信やってるのでよかったらまたルームフォローして遊びに来てね。おやすみ、今日もありがとう、バイバイ。誰かミラボくれてた、ムラチンありがとう、ふとしさん、太郎くん、オープンありがとう、ようちゃんもミラボありがとうね、
あられちゃんさんありがとう、太郎くん、小江さん、ひでゆきさんありがとう、おやすみー、バイバイ、5、4、3、2、1、バイバーイ、give me five。